やっほー、ダジャーハオ、皆さんこんにちは。私たちは2グループのフリーダムです。今日は日中で人気のあるユニクロの紹介と日中のファッション性の違いについてお話ししたいと思います。ユニクロというブランド名はユニーククロージングウェアハウスを略したものです。日本のアパレル業界のトップを争う企業で、企画、生産、販売を一貫して行う製造小売企業です。ユニクロは日本国内だけでなく、アジア、ヨーロッパ、北米など世界各地に店舗を展開し、グローバルなブランドとして成長を続けています。まずはユニクロの代表的な商品紹介です。 UT Me はアートやキャラクターとのコラボレーションデザインが特徴的で、ファッションとのアートの融合を楽しめます。日本で人気な商品はエアリズムコットンオーバー T シャツです。使い回しが効くし、カラーが豊富でオーバーサイズなのでとても人気です。中国ではポケッタブルパーカーという商品が人気です。水を弾いたりコンパクトにまとめられることから、寒い中国と相性が抜群です。日中のファッション比較についてです。日本人はおしゃれな服に対する関心が高く、ユニクロは日常のカジュアルウェアから仕事着、特別な日の服装まで幅広く利用されています。日本人はファッションにお金をかける傾向があり、頻繁に服を購入します。ユニクロのリーズナブルな価格は、日本人に人気な一つの理由です。中国人はデートや重要なイベントの日には、ユニクロのようなカジュアルブランドよりも、よりフォーマルで高級なブランドを選ぶ傾向があります。日本人に比べて服に使う金額や購入頻度が少ない傾向があるということも調査により分かりました。ユニクロは品質と価格のバランスが取れた商品を提供しており、日常的なカジュアルウェアとして人気を集めていますが、特別な日の服装としては選ばれにくいです。では、日中のファッション性の違いを紹介したところで、ここからは日本人と中国人のお互いのファッションのイメージについて紹介します。まずは中国から見た日本のファッションの印象です。1つ目は可愛い印象があること。2つ目は若い印象があること。3つ目はオーバーサイズが多いという印象です。まとめるととてもシンプルな服装な印象です。インタビューで中国人が皆口を揃えて言っていたことが、日本人はおしゃれであるということです。日本人のファッション意識は強いです。人によっては日中韓で一番おしゃれ意識が高いのではないかという意見もありました。チーズの印象です。サイズが小さめてピタリサイズの印象があり、体のラインがよく見える服が多いという意見がありましたが、実際に中国人に聞くと、そう多くはないみたいです。確かに SNS でよく見ます。しかし、街ってあんまり見えないらしいです。また、ブランド質が高いという印象がある人が多いです。続いては、中国で今流行りのファッションスタイルについてです。女の子の間でベスメン FG というブランドが流行っています。ベスメン FG はヴィンテージとヒップアップ感があるです。ミニサイズも中国で流行っていて、先ほど紹介したユニクロと、UTME も中国で今流行っています。最後はまとめになります。ユニクロは日中ともに安価という印象があるが、中国の方がやや高い。日本では服を買う印象が強いが、中国ではあまりおしゃれ着としてはユニクロを選ばない。日本と中国では着る服のサイズ感に違いがある。中国で流行りのファッションや服が日本に流行ってきている印象を受けた。大学生が一度の服の買い物で使う金額は個人差があるものの、日中での差はそこまでなかった。ユニクロは日中ともに便利で無難といった。気軽に立ち寄れるファストファッションといった印象があるようだった。